9日午前10時過ぎ、千葉・市原市の交差点で、保育園児の列に軽自動車が突っ込む事故がありました。事故を間近で目撃した警備員の男性は、当時の状況について、保育士の方、一人は顔面をアスファルトに打ち付けられたと思う。すり傷というか、裂傷というか、この辺り、頬に傷がありましたね。歯が欠けている子供いました。 子どもたちは全員泣き叫んでしまっている状態なので、かなりパニックになっている状態と話します。事故はどのようにして起きたのでしょうか。当時、園児は前後を保育士とみられる大人に挟まれながら列を作って横断歩道を渡っていました。その列に向かって交差点を右折してきた軽自動車が突っ込んだのだと言います。横断歩道を渡っていたのは 保育士とみられる大人3人と園児8人の合わせて11人。そのうち大人2人と園児4人が病院に搬送され、24歳の保育士とみられる女性と3歳の男の子が重傷、残りの保育士とみられる2人と園児3人はいずれも軽傷だということです。過失運転致傷の現行犯で逮捕されたのは、市原市に住む田中清子容疑者74。 目撃者らは、動揺した感じはなくて、警察官に質問されてちゃんと答えている感じ、あたふたという感じではなかったように私は見ました。意外と事故を起こしたわりに、落ち着いているなって感じは、私は受けたと証言します。警察の調べに田中容疑者は、容疑を認め、横断中の歩行者に気づいて、急いでブレーキを踏みましたが、間に合いませんでしたと供述しています。警察は 田中容疑者から話を聞くなどして事故原因を詳しく調べる方針です。